駅構内追記駅は、福岡県築城郡築城町大技東追記に、ある、九州旅客鉄道日報本線の駅である。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。互いのホームは、古戦橋で連絡している。駅本屋側が、上り線乗り場となっている。駅本屋は、鉄筋コンクリート造りである。 JR 九州鉄道営業が駅業務を受託する業務委託駅である。自動改札機は設置されていないが、簡易守護課改札機が設置されている。守護課の利用が可能であるが、カード販売は行わず、チャージの見取り扱いを行う。なお、追記基地航空祭の開催日に、限り2番乗り場に臨時の改札、切符売り場が設けられる。 北九州の通勤通学圏内に属しラッシュ時には、小倉方面を中心に利用客が多いが、快速が通過する、隣のニュータバル駅より利用者が少ない。これは、ニュータバル駅折り返しの列車が多数設定されていること。駅舎の位置が国道とは、反対側にあること。住宅地や店舗の郊外化が進み、駅前に、廃屋や空き店舗が多いにもかかわらず道路。 駅前整備が進んでいないことなど多くの原因がある。駅の北側には国道10号を挟み航空自衛隊追記基地が所在するほか、南側には築城町西部にあたる追記地区の住宅地となっている。駅前からは太陽交通の路線バスが白い沢田方面や宮古町豊津方面に運行され、福岡県立育特管中学校、 高等学校に通学する生徒や、白井、沢田方面への乗客が利用する。シーダ、小山田、東八田方面への築城町コミュニティバスが、2006年11月1日から、平日、土曜日のみ運行されている。ABCDEFGH、週刊 JR 全駅、全車両基地第 A7 号、朝日新聞に出版、2012年9月23日。 24ページ。ABCDF 湯下忍、福岡県 J R 前、JR 全駅足処房、1993年10月15日、198から200ページ。ISBN47 億5120万5293。鉄林、P151。ABC 湯下忍、福岡鉄道風土機足処房、1999年1月16日。 123から125ページ。ISBN 47億5120万7334。鉄輪 P181。10駅に緑の窓口設置へ JR 九州。交通新聞 P1 交通新聞 P1AB 駅体制の見直しについて九州旅客鉄道。 オリジナルの2021年12月23日時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/web/20211223064144/https:www.jrqq.co.jp/news/ixfiles/a fieldfile202112 23、21万1223駅体制見直し、PDF2021 年12月24日、閲覧。守護課利用可能エリア、九州旅客鉄道、平成28年3月26日時点。駅別乗車人員上位300駅。九州旅客鉄道。2019年3月10日閲覧。駅別乗車人員上位三百駅。 九州旅客鉄道。2019年7月27日閲覧。駅別乗車人員上位300駅。九州旅客鉄道。2020年12月24日閲覧。駅別乗車人員上位300駅。九州旅客鉄道。2021年9月8日閲覧。航空祭で築城に特急が臨時停車。交通新聞。 P4 九州の鉄道百年記念史鉄輪のとどろき九州鉄道百年祭実行委員会百年史編纂部会九州旅客鉄道1988年初版ありがとうございます